ジャービスは、アメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級。艦名は1800年の疑事戦争において13歳で、戦死した、士官候補生のジェームズ・ C ・ジャービスにちなむ。ジャービスの名を持つ艦としては3代目。ジャービスは1943年6月7日に、ワシントン州シアトルのシアトルタコマ造船所で、帰港、1944年2月14日に、 オレゴン州選出のアメリカ合衆国上院議員、ルーファス・シー・ホールマンの娘である、ハロルド・バーキット夫人の手で浸水。1944年6月3日に、初代艦長、EBL ズワース・中佐の指揮のもとで就役した。カリフォルニア州沿岸で、完熟訓練後、ジャービスは、戦艦サウスダコタを護衛して、シアトルを出港して、真珠湾へ向かった。 8月31日に到着後、分離したジャービスは、北部太平洋部隊に加わって、千島列島での作戦を行うため、9月3日にアラスカのアダックへ向かう。アダックとアッチ島を拠点に、ジャービスは荒れる海と続く悪天候に耐えながら、バラムシュル島から松和島へ至る海上交通や沿岸構造物に対して、合計8回の攻撃を行った。 1945年6月26日にジャービスは、千島列島、恩渡る丹島南方で第73号、苦戦特務艇をビアースラと共同で撃沈した。最後の攻撃から8月15日にアダックへ帰還した。あと、ジャービスは、占領任務を支援するために、日本の青森県へ向かう。青森に到着した9月8日に、日本海へ抜け、本州と北海道の各地で、 占領軍の上陸や日本軍の軍事施設破壊を支援する。一連の活動の後、11月9日に横須賀を出発したジャービスはアメリカ本土へ帰還する。11月9日に真珠湾へ帰港後、マジックカーペット作戦の艦隊に加わったジャービスはサンディエゴとパナマ運河を経由して、福音兵を東海岸へ輸送した。 サウスカロライナ州チャールストン海軍交渉へ12月22日に到着したジャービスは1946年4月11日に太平洋予備役艦隊に編入されて不活性化された。ジャービスは1946年6月29日に退役した。朝鮮戦争の激化に伴い、 ジャービスは1951年2月8日にイーカイライ中佐の指揮の下で最終駅する。ジャービスはチャールストン海軍交渉とバージニア州ノーフォーク海軍基地周辺の大西洋で1年以上を過ごした後、1952年5月15日にノーフォークを出発して朝鮮半島へ向かった。パナマ運が西海岸、日本を経由して6月23日に、 朝鮮半島東岸の海域へ到着後、ジャービスは海上封鎖のために紹介を始めた。艦長、CD マッコール中佐の下で、ジャービスは、白津から黄四津へ至る沿岸部で第七艦隊の作戦行動を行った後に8月18日に横須賀へ帰還した。日本近海の活動に続き、ジャービスは9月26日から10月10日まで台湾の紹介を実施。 その後はフィリピンへ向かい、10月18日にスービックアンを出たジャービスは、セイロンとスエズーンがジブラルタルを経由して12月12日にノーフォークへ帰着した。ジャービスは大西洋艦隊での任務を再開し、1954年5月4日に地中海へ展開して5月18日にイタリアのナポリへ到着。7月9日にノーフォークへ戻る前、ジャービスは、 中東の共産主義勢力への抑止として第6艦隊の任務に従事した高校中のジャービス。1958年。1955年1月5日にノーフォークを出たジャービスは西海岸へ移動し1月26日にロングビーチ海軍造船所に到着。カリフォルニア沖で訓練の後4月21日にジャービスは極東で 朝鮮戦争後の朝鮮半島展開を実施し、不安定な極東情勢の中で、フィリピンから日本へ至る地域に第七艦隊の抑止力を誇示した。1955年の極東展開では、ジャービスは自由への道作戦で、北、ベトナムから南ベトナムへ逃れる数千人の難民を支援した。ジャービスはべての極東展開で台湾海峡を紹介し、 中華人民共和国による台湾への圧力を防ぐ役割を担った。1958年に発生した金門砲船における中国人民解放軍による金門島と馬祖島への侵攻の危機においては、ジャービスは中華民国軍へ有用な支援を実施している。ジャービスは1960年3月4日に5度目の極東展開からロングビーチへ帰還し、 東海岸へ向かう9月24日まで周辺で活動する。10月16日にフィラデルフィア海軍交渉へ到着後、ジャービスは10月24日に退役主体西洋、予備役艦隊で保管された。1960年11月3日、ジャービスは5年ごとの延長条件付きでスペイン海軍に移管され、アルカラガリアーノとなった。 アルカラガリアーノことジャービスは1972年10月1日に供与に切り替えられた。アルカラガリアーノは1985年に退役が決定し、1988年12月15日に除籍され、その後スクラップになった。ジャービスは第二次世界大戦の功績で1個、朝鮮戦争の功績で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。